欲しかったと。美しい日本の百選というのがありますけれども、これはフランスのですね、同じようなそういうプロジェクトがありましてですね、立派な村を訪問できるようなアレンジメントがあるんですが、そういうものが日本にもありましてね、豊田村を紹介をしたいと思ってたら合併をしてしまいましてね、市長さんに文句を言ったことがあります。今日は来賓でお越しのですね、宮本さんは飯山市じゃない、中野市の市長さんなんですけど、この豊田村のご出身でございます。もうすぐですね、豊田村が誇るリンゴ畑が、真っ白な花をつけてですね、満開になります。もう来週から最終ぐらいでしょうかね。その向こうにうさぎおいしい鹿野山がそびえるというような、そういう田園風景、我々非常に誇りに思っておりまして、この地で商家、ふるさとが生まれたということもさることながら、村の人たちは非常に心が豊かな人たちでございましてね、時々合唱団も参加をいただいております。そんなことでこの11年間、今年は11年目になりますけれども、たくさんの方がご協力をいただきまして、さらに次の10年を目指しまして、新しい歴史が連なっていくものと、確信をしております。この中野市、それから飯山市はですね、有名な皆さんご存知の作曲家、作詞家を輩出して非常に音楽の盛んなところでございます。この地域が誇る